前川マッピーラ、前川誠平は、愛知県出身の農業技術者。渡米し、テキサス州の南東部に稲作を導入させた。ヒューストンのマッカーウィという地域名、並びにマッカーウィロードという道路は、彼の名にちなんで命名された。マッカーウィは、当初前川と発音させるためのスペリングであったが、米国での発音は、前川である。前川は、 高等商業学校を卒業した。同校は当時、東京の商業学校の筆頭に位置づけられていた。1903年、海軍士官だった前川は、翌年開催されたセントルイス、万国博覧会日本施設団の一員として、渡米した。日本への帰途、彼はヒューストンを通過した。その時彼はこの周りの土地が、稲作に非常に適していると確信した。 前川はエリンという駅に降りた。前川は世界博覧会の後に稲作プロジェクトを組織し、1906年に他の4人の男とテキサスに帰った。前川はエリン駅周辺に稲作の場を設けた。1906年4月24日、前川は農業機械の上に落ちて死亡した。アッチソンとピカサンタフェ鉄道は前川を記念して、エリン駅を マッカーウィステーションと解明した。テキサスに移民した日系人は前川の功績により有効的な扱いを受けた。エリンに設立された学校はマッカーウィスクールと命名され、またマッカーウィロードも彼の名にちなんで命名された。これらの名前は日本語とは異なる発音で話される。2008年現在もマッカーウィはヒューストンのある地域の名前である。 前川の墓はヒューストンのハリウッド墓地にある。第二次世界大戦時には墓を壊すという電話があったので一時安全な場所に移された。ありがとうございます。